座開設にさ、まあ、あの制度いつまでなんですかとか結構聞かれます。あと口座開設のみの場合、あと所得の控除とかですね、NISA やってると税務署にバレるのかとか、まあ、あとは名義貸しとかですね、その辺について聞かれてるんですけども、まあ、あの結構ですね、NISA についてはいろいろ聞かれることが多いんですけども、まあ、やっぱり売り買いとかですねしなければ基本的に税金についてあんまり関係ないかなというところなので、なんかNISA が投資のすごいいい商品みたいな勘違いしてる人いるんですけども、その非課税の制度の部分なので、実際ですね、自己年金を作っていかれるのであれば、楽天とか、まあ、信頼できるところのネット証券を、開設して、そこで、SP500 とかですね、インデックス投資っていうのをやっていくっていうのが王道かなと思います。で、素人の人は投資の勉強しても失敗するだけなので、売り買いとかしても利益上げるって難しいので、基本的に投資したら放置っていう方向ですね。